はい、皆さんこんにちは、今日はですね観光座談会ということでございますが、番組を変更いたしまして、なんと税務座談会ですよ。いよいよ迫りました確定申告ね、確定申告迫りましたんで、税金払うのは国民の義務ということでございますけれど、なんか今日はですね税務署の方から、東根税務署の方からとても素敵な、税務署が誇る美人をお二人お招きを申し上げまして、これからですね税務座談会やりたいと思いますが、私は笑顔が素敵で超かっこいいケビンと、ご紹介してください。はい笑顔が素敵な個人課税一部門の黒野と申します。笑顔はじける井野と申します。あ、よろしくお願いします。はい、素晴らしいですね。なんかいいですね。なんか2回目になると税務座談会も盛り上がりますね前回の軽減税率ということで盛り上がったんですけど、今日は笑顔がはじける、それ使ってもいいですかどうぞこれいいですね笑顔がはじける、笑顔が素敵、あともちょっと笑顔がはじける聴覚合わないは考えます本当に今日はありがとうございました。もう一度改めて自己紹介を、自分の部署とかお願いしたいなと思いますが、よろしくお願いします。あ、はい、もう一度ですか。はい、あ、東金税務署の、個人課税一部門の黒野道夫と申します。黒野さんありがとうございます。はい、はい、東金税務署の個人課税第三部門を担当しております井野恵里香と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。前回は富塚さんお見えいただきまして、黒野さんと井野さん、ありがとうございます。なんかお二人のご出身を聞いたら九州だそうですね。そうです。そうするとはもう私もね向こうに行って死ぬ思いしてるんですよ。死ぬ思い、でこれ九州に一生得るってやつですね。あ、はい、大変失礼いたしましたそんなことで、この後ですね、国税局のホームページなどを使いながらですね、税務の確定申告いかにやったらいいのかと。で皆さん確定申告でぜひ分からないと思ったら税務署相談に行ってください。皆さん優しい窓口で、前回も言った通りこの素晴らしい方たちが腕になるんで、この素敵な笑顔を見に行くのも楽しみの一つかもしれませんよ。素敵な方がいて相談を受け付けてくれますんで、野暮な親父が出てきたらあっち行けとか言ったりして、ねまあそんなことは冗談でございますが、この後ですねコマーシャルを挟みながら、お二人にはですね国税局のホームページを見ながら解説をしていただきたいと思います。それでは、ここで一旦コマーシャル、これですよ、いいですか、いきますよ。はい、それではここで一旦コマーシャルです。いいな国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え？画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。出来上がった申告書は？ e-tax で送信するかプリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告と納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。庁ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告と納税は期限内に。詳しくはホームページで。はい、ありがとうございました。なんか国税局の CM もいいですね。ありがとうございます。あそこに出てる人にお二人のずっと素敵ですよ。あ、本当ですか本当ですよ。私はほとんど冗談と嘘嫌いですから、はい、もう冗談言えない真面目な男ですね結構ねシャイなんですよ。いや、そんなことないと思います失礼いたしました。それでは早速ですね、国税局のホームページを見ながらですね、解説をしていただきたいと思います。はい、それではお願いいたします。はい、なんか喋んないとまずいですねまずその確定申告なんですけれども、これ国税局のホームページから入れるんですよねそうです、はい、はい、でこれは今特集、特集、確定申告特集、はい、いや、なんかすごい特集があるんですねそうですね、でここの、上に、書いてあるんですけれども、はい、あら
これ拡大にならないですね。ならないんですね、はい、あ、なるほど、はい、この上の方にですね、あの所得税および復興特別所得税同様税の、まあ、申告期限書かれてますね、はい、3月15日金曜日までに申告と納税を、まあ、済ませていただくことと、あとその右側に、まあ、消費税の申告納税の期限4月1日までにということが記載されております。はい、はい、で、ちなみにその税務署では、まあ、平常日対応といって、平日だけではなくて日曜日も開催している税務署があります。あ、いいですね。そうですね、まあ、会社勤めの方であったりとかはやっぱり助かるのかなというのは思います。はい、で、千葉県なんですけれども、ちょっと東金は残念ながら日曜日の対応はやっていないんですけれども。それ田舎だからですか。かもしれないですね。田舎者舐めてんのかなみたいな感じ。こちら見ていただくと、はい、千葉県ですね、はい、千葉東税務署、千葉南税務署、千葉西税務署、市川税務署、船橋税務署、木更津税務署、松戸税務署、成田税務署と最後に柏税務署が、まあ、みんな人口の多いところですよね。まあ、そうですね。そうですよね。やっぱりね、税金使って人件費かかりますからね。いや、いたしかない、ないかなと思うんですが、やっぱり田舎も舐められてるのかなって感じがします。そんなことないですよね。そんなことはないと思うんですけど、あの、本当ですよね。はい。はい。で、まあ、先ほど、まあ、申し上げた税務署が、平常日対応をやっている税務署になりますので、うん、もしお時間ある方、そうですね、時間は何時からやってるんですか。同じ時間ですか。時間は、はい、8時半から5時まで空いてますので、はい、すごいですね。8時半から空いてるんですか。9時じゃなくて。はい。へえ。どこの税務署も8時半から。そうですね、はい、ああ、それ知らなかった。皆さん分かりました。8時半からやってるんですって。意外と知らないですよね。私なんか9時のつもりでいましたから。あ、そうですか。8時半から5時まで、はい、5時になると字間違えるんですね。5時脱字ってくらいですからね。失礼いたしました。ただ、まあ、会場によってももしかしたら受付時間が4時までとか決まっているところもあるの で、ね、そこはちょっと要確認していただければと思います。はい、今ホームページ見れば分かりますもんね。そうですね、ホームページ見ていただくか、まあ、直接税務署に問い合わせていただいたりとか、そうですね、していただければと思います。ですね、はい、あと何ですか。あのね、黙ってると放送事故になる。はい、いいですか。逆に何が聞きたいかな。そうですね、じゃあちょっと画面戻していただいてよろしいでしょうか。はい、今ですね、なんかね、慣れてなくて2人がいじれなんかね、なんか分かってますか。いろいろと、あの、いろんなことをいただいてるんで、まあ、何とも言えませんけど、あの、確定申告いつも3月15日ってあるじゃないですか、はい、どうして3月15日が確定申告締め切りなんですか。なんでですかね。もう一回もう一回ね、なんか3月15日3月15日って言われるんですよ。確かに。ね、言われてみれば。そうですよね。で、私なんか給料しかもらってない。あれ、年金なんかも確定申告出すんですよね。まあ、年金の収入があって、まあ、他に収入が20万円以上ある方は、ね、あるんだよそれ。一応ね、会社からね、給料いくらかもらってるんですよ。いただいてるじゃないですか。もう昔ほど莫大ではなくて、昔のね、4分の1ぐらいになっちゃってるんですけど、年金もらえるようになってから。でもやっぱりいるんですよね。そうです ね、 ね、なんかね、税金ばっかり取られた気がするんですけど。でも余ってるってことは全部取られたわけじゃないですかね、まあ、昔のお代官様だとみんな取られますもんね。余ってるんで、残ってるんでね、いくらか残ってるんで、まあいいのかなと思いますけど。そうですか。じゃあ別に意味はない。どうなんでしょう。ね、いや、ちょっと不思議に思ってて、うん、税金確定申告たびにね、なんで15日だろうって聞くんですよ。聞くとね、明快な答えが出てこない。昔から決まってんだとかね、31日までになんとか新年度を締めるからとかね、多分それの理由なんでしょうね。ね、聞かれないですか、普通の人に。いや、聞かれたことないですね。私は、あの、普通の人だと思ってますけど。でも本当そうですよね。でね、まあ、そんなのどうでもいいんですけど、4月の1日までに納税するんですよね。いや、4月の1日は消費税の申告の期限、ね、あ、3月15日。そっか、いつもそうなんですよ。いつもね、申告納税という。ケビンの場合は、あの、まあ、いとこが税理士なんですよ。自分でやるわけじゃなくて、頼むといついつすぐ払えって言いますもんね。
そう、忘れちゃうんですやっぱり。忘れちゃいますよね。延滞金取られたこともありますよ。忘れちゃって。忘れちゃうと結構そうですね。延滞金高いですよね。高いですね。なんで延滞金が、延滞金の利息って 14.5 でしたっけ？そのくらいです。あれってなんであんなに高いんですか？なんでですかね。いやこれはね、なんで、いやこれはですね。これはですね、ある意味では税金をちゃんと払いなさいと、払わないからちゃんと支払ってくださいねという罰則の意味を込めて、実はあれなんですよ、 14.5 というか高い税率、罰則の意味があるんですよ。これは皆さんの上司であります、税務署長に伺いましたよ。あ、そうなんですね。ちょっと嘘ですけど、すみません。嘘ついちゃったと思います。でもやっぱりそういう意味では税金をなるべくね、早くで払わなきゃいけないもんなんで、日本の国に生活している以上はやっぱり税金必要ですし、それで国も動かしてるんでね。でその動かし方を皆さんがチェックするのは選挙ということになるんですけどね。そんなことでですから、そのね、しっかりとね、税務申告をしていただいて税金を払っていただくと、だからなるべく早めに、あ、遅くなると損しちゃうよみたいなことですんで、ぜひやっていただきたいのかなと思いますね。でこの4月1日ってこれ何ですか？4月1日は、消費税の申告納税期限ですね。あ、これは一般の商売をやられてる方ですか？あ、そうです、はい、個人で消費税取ってしないですもんね。そうですね、個人事業、個人で消費税取られるのこれカツアゲじゃなっちゃう。まずいですね。ですので、一般の人たちっていうのは確定申告するられるのは商売されてる方、ご商売されてる方もそうですもんね。そうですね、はい、ご商売されてる方は15日までに申告をして、はい、消費税の納付期限が4月の1日までですか？はい、はい、だからちょっと消費税は余裕があるんですね。そうですね、少し今2週間程度なんですけども、はい、そうですね、はい、それ結構大事だと思いますよね。だってね、消費税貯めといてもね、足んなくなっちゃったり、その時の売り上げによって全然違っちゃうわけですよ、はい、で、ね、取っときゃいいだろうって言うけど、お金し名前書いてないんでね。だから定額をこうプールするんですね。一定額をね、皆さんそうでしょ、大体プールしてるじゃないですか。で売り上げいいと足んなくなっちゃったりとか、はい、あるじゃないですか、結構ね。でそういう時に集めてくるの大変だから、そういう面でいいと思いますよね。それもきっちり払えって言ったら大変だと思いますよね。だからね、意外とこうやって決めてるのは皆さんじゃなくて国が決めてるんでしょうけど、はい、意外とこうそういうところは行き届いてますよね、うん、多分ね。だからね、本当にちゃんとね、法律を守ってルール守ってやってると意外とこうスムーズにいくんですよね。そんなことないですか？ルール破るのがいるとまずいんで、俺払いたくないよって人いるでしょ。まあそうね。ねえ、ルール守れよって。だからね、例えば税金を納めて高いだろうとかこうだろうっていうのは問題ないんです。ルール守ってるから。ところが払いたくないもんだから、それダダこねてるって言うんですね。そんなのいるんですか、やっぱりそういう人。ああそれまずいと思います。県民まずいなと思いますね。税金はしっかり払っていただきたいなと思いますけどね。ほんとね、なんていうか知ってます、人たち、払えねえんだよってね、って言われますよね。この間税も一応いろんなことで携わらせていただいてるんで、確定申告が出た時もね、ちょっとね、ちゃんと確定申告してくださいねって、俺は税金払いたくないよって、えって、えいやいや、そんなもんじゃないでしょって。いたしコマーシャルです。国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え、画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。出来上がった申告書は e-tax で送信するか、プリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するか、プリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。
申告等納税は期限内に。詳しくはホームページで。はい、今日はありがとうございます。いかがですか、少しは説明できました。はい、まあ不慣れですけどもっとこう近づいた方がいいですよ。私に近づくじゃなくて、マッチに近づくんですね、そんなことで、今日はお二人にですね、名前忘れちゃった、まあそんな忘れました。なんていうか黒川さん、黒野です。あ、黒野さんと井野です。井野さんです、ね、井野さんですって。井野さんって聞いたことありますね。本当ですか。うん、あ、井野さんって名前気をつけた方がいいですよ。切れたりすると怖いですよ。赤です、赤ですね。あの、やっぱりあれですか、話全然違うんですけど、税務署の中で地味なの着なきゃいけないとかってあるんですか。いや、そんな服装特に言われないですけど、でも多分私みたいな格好してたら言われるでしょうね見たことないで、まだないです。まあでもその相手に、まあ、会った時に、まあ、まあおかしいと思われない服装だったらいいのかなと。おかしいと思われてますおかしくはない。お似合いです、うん、似合ってますあのね、ちょっと話余談になりますけどこれあるお店で買ったんですよ。でね、あの銀座にあるお店なんですけど、高いもんじゃないですよ。でその時にこの店員さんが似合ってますって、え、何そんな真剣な顔して言ってんですかって聞いたらね、今までいろんな人が来て買ってくんですって、かっこいいっつって、でね、みんな似合ってないんですって、鼻高い、本当に似合ってますって言われて、で買っちゃったの騙されてますかね。誰にでも言ってるとかねえ、そんなことないと思いますよ、まあ、そんなことで、これいうの買うと消費税も取られて大変ですけどね。あの、とにかくあの確定申告迫って、もう来月、もうだいぶ忙しくなってますか。なってきました。来ましたよね、はい、あの東金なんかは、東金税務署管内はあの聴講会議所の1階がそうですね、会場になってます。そうですね、そのちょっとお話ご案内していただけるとありがたいと思うんですけど。かしこまりました、はい、申告書の作成または相談は、東金の商工会館の1階でやっております。で、あのお家で申告書を手書きで作成などされたか、提出のみの方は東金税務署の方に、添付書類とかも一緒にあの提出していただければと思います。ちょっと確認していいですか、はい、商工会議所でやってるのはあくまでも説明ですか。作成も作成提出までやってます。あ、で作成提出も受けられるんですか。はい、ただそのもう全部出来上がってて申告書が、あとは提出だけだよっていう方だと税務署に直接行っていただくような。なるほど、ちょっと今分かりにくかったんですけど全く分からない人が行って申告したいんですけどって言って、はい、で初めて行きました。でそうすると書類渡されるんですよね、きっと。そうですね、その書類渡して書いてくださいって書けないのを教えてくださるわけですね。そうです。で多分ね、1回で行きます。まあ書類が足りないと一回こう取りに戻ってもらったりとかはありますけど、大概の人は一回で行く、まあまあ、必要な書類が揃っていればです、ね、そこが難しいですね。必要な書類が何だか分からない人もいますから ね何もせずにブラッと来る人もいるでしょ、まあ、なんか相談だけ来たみたいな方とか相談しに来て何をしようか分からないと多分ね、多くの方たちあると思うんですよ。で相談コーナーに来て、なんかあのやっぱり分かりやすくね、ニコ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 笑ってね、ちょっとケビンも見に行ったんですよ昨日昨日一昨日とちょっと様子見に行ったんですけど、みんなニコニコ笑って税務署の方対応してますよね。意外とこう親切でいい感じですよね。ありがとうございます、と思います。でなんかね、これ外出たら壊すの親父だろうなと思う人も笑顔で説明してましたよなんかいい感じですね、やっぱりね、あのよく来れてますよね、うん、やっぱりそのね、皆さんがだいぶ普通の人が見てる通り、こうやって見ると税務署のイメージ全然違うと思うんですよ。笑顔が良くて、皆さん笑顔の練習してるんですか。ちょっとこっそりしてるかもしれないですあ、笑顔のトレーニングですかなるほどね、まあ、そうですよね。笑顔がやっぱり皆さん来て、前回おいでいただきました富塚さんも素敵で、その笑顔で払いたくなりますよね、うん、やっぱ大事なことだと思いますね。あの本当に確定申告ぜひ払ってやっていただいて、きちっと書類もね、親切丁寧に、本当税務署って優しいんですよ、本当に優しいと思いますので、ぜひですね、確定申告出していただきたいなというふうに思います。今はスマホでも申告できるんですよね。そうですね、ちょっといいですね、今風でいいですねご説明いただければありがたいと思うんですが、これあのスマホでもできるって、スマートフォンを売って払うわけじゃないですよね。
これで税金じゃないですよね。スマホで払うんじゃなくてね、スマホを使って払えるということですね。スマホでできるって言うとスマホで税金税務署の代わりになるかなと思っちゃった。弁済、大仏弁済ですか。はい、スマートフォンの場合ですと、画面出しますか。あ、でもこれは違いいいですか。あ、まあ、パあ動かないですか。これ多分、あ、はい、わかりました。結構です。はい。ですね。はい、まあ、スマートフォンで申告されるという方は、うん、まずID、パスワードっていうものを取得してもらわないといけないんですね。あ、当然ですね。はい、そう、かけなきゃまずいですね。はい、で、これが職員と対面式じゃないと発行されないので。はい、まずはちょっとそちらが、ね、これは税務署行かなきゃいけないんですか。あ、そうなんですよ。はい、あ、そりゃそうですよね。はい、で、あ、1年中、はい、受け付けてますので、まあ、ね、フラッといらっしゃってちょっと取得したいですって方もいらっしゃいます。そうすると駅のホームみたいなもんですね。プラッとプラッと前です、はい、でその取得だけならID パスワードの取得だけでしたら直接税務署に来ていただいて、まあ、受付でそのことを言ってもらえれば対応いたします。はい、あ、これ皆さんポイント高いですよ。確定申告大変ですからね。今スマホを使える方は ID と、ね、パスワードでいいんですもんね。そうですね、はいはい、何桁とか8桁ぐらいですかね。あ、そうですね、数字 と、ね、アルファベットと大文字小文字混ぜていただきたいという、はい、感じですよね。そうですね、はい、で、まあ、そちらを取得していただいた方が、まあ、ID、あ、スマホで申告できるんですけれども、うん、ただその条件がありまして、うん、スマホで申告できる方っていうのは、うん、はい、まず 年末調整を済んでいらっしゃる会社員の方が、まあ、基本的には対象になってきます。はい、あ、うまいですね。ああ、ね、年末調整ね、年末調整、そうですね、年末調整めんどくさいですもんね。年末調整ね、はいはい、はい、そちらが住んでいる方でないとその医療費控除だとか寄付金控除の申告ができない。そうか、要するにサラリーマンの方たちが、はい、そういう控除なんかを申告するためにスマートフォンを使うということですね。そうなんです。直接その納税の云々ではないってことですね、まだ。そうですね、それはホームページの e-tax ですよね。はい、あ、そうですね、e-tax とはちょっと流れが違うってことですよね。はい、ここになんか書いてあるとちょっとね、なんかどっかに書いてありましたね。スマホでも申告できますって書いてあるとちょっとなんかこれここに書いてありますもんね。そうですね、年末調整済みの給付が一箇所のみの方。はい、そうですね、そういうふうなことですよね。要するに普通の会社勤めてる方が、そうですね、年末調整終わって、年末調整は会社でしてくださいと。で、その後今度はいろんな医療費控除等々は受けられますよということですよね。まあ、比較的簡単な申告の、はい、まあ、場合ということで、まあ、このスマートフォンの申告というのがまあできるような形になってます。そうですね、これちょっとお間違いになると、はい、スマホと本ではスマホでは全部できるわけではないということですね。そうです、まあ、個人事業の方だったりとか、はい、アプリもあるわけじゃないですからね。これ間違い、いやいや、今の若い方たちはアプリがあるのみたいになっちゃうといけないんでね。アプリがあるわけじゃなくて、あくまでも税務署に行かれて行った税務署の中でそれをしてもらうと。でここで一つお聞きしたいんですけど、はい、税務署はどこでもいいんですか。あ、どこでも大丈夫です。あ、素晴らしいですね。融通が効いてますよね。そうなんですって。だから例えば仕事で、例えば東京の方に行ってたら東京のどっかの税務署に行ってやれることもできるし、ね、うちに帰って、ね、こう近くに税務署に行くこともできるしって素晴らしいことだと思いますので、ぜひですね、サラリーマンなんかそれだけでもね、医療費控除があるのにやらない人、これもったいないと思います。あのね、絶対そうですよね。税務署はそれを教えるのじゃないんですよ。税務署は税金取るところですけど、無駄な税金取るところじゃないですもんね。そうですね。ですから節税指導もちゃんと今してますもんね。はい、ちゃんとしっかりとした節税指導もしておる今ようですので、ぜひですね、サラリーマンの方、スマートフォンお持ちの方はね、そういうのもいいかもしれませんね。そうですね。いいお話ですね。素晴らしいと思いますね。スマートフォンでやってます？あ、やろうかなとは思ってます。まだ始まったばっかりなんですか。あ、そうです、はい、今年からです。あ、今年からですって、はい、素晴らしいですね。今いい情報ですよ。皆さん今年からの情報ですね。ぜひお近くの会社のそばでもどこでも税務署でやってくださるそうなんで、ぜひ行かれてみたらいかがでしょうか。はい、ということで、コマーシャル挟みましてですね、またまとめのトーク、それから後半に向かっていきたいと思います。では一旦ここでいきますよ、はい、コマーシャルです。いいですね。国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え？画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。
出来上がった申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、東根税務署の黒川さんじゃなくて黒野さんと井野さん。井野さんはね、あの身近にも井野さんってすごい方がいるんで分かるんですけどね、黒野さんね、はい、黒野さんという名字珍しいですもんね。珍しいです。珍しいですよね。本当に黒野さんは珍しいですね。うちの職場にも多分一人しかいないです。あ、そうですよね。いいじゃないですか。ね、人の噂に出るぐらいじゃなきゃいけないですよ。良きも悪きも人の噂に立たないやつってのはまずいでしょうね。何あの人みたいなのでもね、いいと思いますよ。人が分かってるんですから、ね、寂しいことですもんね、分からないっているとね。まあ、そんなことで今日はお二人にいろいろお話を伺ってますが、今スマホでもできると。でスマホには確か、ただしここに書いてある通り、年末調整済みの方で給与所得が一箇所のみの方ができますよということです。これお間違いのないようにしていただきたいと思います。ぜひですね、最寄りの税務署に行かれるのもいいですよね。それ説明受けられるので、はい、ぜひ便利な、そう、使っていただきたいと思います。でこの後ですね、このコマーシャル挟んで、この後ねちょっと e-tax のお話など伺いたいのかなと、これちょっとニコッと笑いました。得意分野ですか。いや、不得意かもしれないです。まずいじゃないですか。e-tax e-tax e-tax ですよ。本当にやれるそんなことみんな。なんでぜひですね、e-tax のお話などをちょっとしていきたいのかなというふうに思いますが、あとね、あのポスター見てください。これあっち側にね、脇にあったのはね、これこの間やった軽減税率なんですよ。あのね、1910年平成31年10月1日って書いてあるんですよ、はい、この日ありますか。ないですね。面白いでしょ、これ。このポスター取っとくんだと思って、ね、これ富塚さんも困ってたんでね、ほらほらね、これすごいでしょ、これ。気がつかなかったでしょ。気づかなかったです。あ、ということは前回番組見てないんですね。あ、見ました。その話結構富塚さんと盛り上がったんですけどね、ご覧になってないということなんでございますが、本当面白い。これは間違ってないでしょ。平成31年5、3月5日ありますから、はい、これは間違ってないんですが、あれ面白いですね。なんかあの平成を潰すみたいな話してませんでしたっけ。してました。あ、覚えてないです。そう、平成潰したくないですかってね。だってまだまだこれ貼っとかなきゃいけないじゃないですか、はい、これが終わると多分あれが戻ってくるんだと思うんですけど。あのそんなことでね、ぜひね、あのこれでもこれ貼っときたいな、このままでと思いますね。ということで一旦コマーシャル挟んで、この後 e-tax のお話を伺っていきたいなと思います。皆さんいいですか。はい、この番組は千葉県東金市東金八角そばにありますインターネットメディアヤッサブウェブより、笑顔が素敵で超かっこいいケビンと黒野と笑顔はじける井野です。
はい、ここからは後半ということで、いよいよもう早いですね。あっという間に終わってしまいましたね。本当になんか笑顔が素敵な方と一緒にいると時間が経つのが早いというふうに感じがいたしますが、まあね、何言ってるの親父って言われそうですけど、まあ、これから e-tax ですけど、パソコンよくお使いになりますでしょ。そうです、ね、仕事でね、はい、ご家庭ではどうなんですか。あまり使わない。あ、スマホばっかり。スマホばっかりです。そりゃそうですよね。スマートフォンっていうんですからね。なんでスマートフォンっていうんですかね。スマートな電話なんかハボってますね。ね、じゃあガラケーってなんでいうか知ってます？ガラパゴス携帯。なんでガラパゴスって知ってます？ガラパゴス諸島のなんかあれですか？あのね、なんかね、なんかね、ちょっとじゃあドヤ顔で言っちゃうかな。ガラパゴス島ってのはね、何も入ってくるものがなくて、そこの島だけで独自に進化したもの。進化した動物がいっぱいいるんですね、生き物が。でそれに対して日本独自に進化したのが、あのパカパカと言われるガラパゴス携帯なんですよ。だからガラケーって言うんですよ。じゃあ外国はなかったんですか。だから日本人がそれだけ器用なんですよ。だって例えばその皆さんのお使いの iPhone なんてほとんど8割方は日本の技術でしょ。だからなんかあの YKK が1円値段が下がると14億損するって、1年間 に円高が下がると1億そんなに損するっていうぐらいに、iPhone のスマートフォンの iPhone は日本の技術が入ってるんですよ。うんうん、だから日本の国を潤すにはぜひ iPhone 使うと儲かる、ね、国が助かるみたいなことあるんですよね。まあ、そんなことで間違っても他の国のものを使わないようにみたいなことありますが、私たちは日本人で日本の国のために税金払うわけですから、まあ、この後 e-tax、 あの e-tax もスマホも24時間営業ですもんね。そうですね、いつでも。でも24時間営業でよく言うんですけど、昔ね、ファックス送るときにある年寄りがね、ファックスだけが紙が戻ってきちゃったよって、この線の中どこ行くんだって人がいて、これが、ね、実はね、ある電機メーカーが一番多かった苦情だそうですよ。ファックス送ったのに紙が出てきちゃった、どうしたんだこれはみたいなそんな苦情があるんで、ぜひ、ね、e-tax のお話をしていただいて、で24時間営業で受け付けてるんですもんね、もうすでにね。はい、でそれ受け付けてるけど見るのは9時以降ですもんね。あ、8時半以降ですもんね。はいですね。まあでも素晴らしいと思いますね、ぜひその話をしていただきまして、ぜひ納税の楽な納税をしていただきたいなと思います。で一旦コマーシャル挟みまして、笑顔が素敵で超かっこいいケビンと、笑顔が素敵でな黒野と笑顔弾けるゆなで、はい、詳しくはホームページで。国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え、画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。出来上がった申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告と納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等の、はい、今日はですね、税務座談会ということでお送りしております。これからはですね、一番皆さん知りたがってるし一番身近になるんだと思うんですよ。e-tax、 パソコンによる申告、これはさっきのスマホと違って全員の方ができる、全部できるんですね。そうですね、実は私も e-tax なんですよ。さすがです。 e-tax だとね、ちょっと戻るんですよね、いくらかね。そうですね、ね、なんか e-tax だと手数料が戻るんですか、いくらか少し。手数料、なんていうんですか、あの還付金じゃないですよね。安いんですよね、要はね。なんか安いというか、そのなんか紙書面で申告書を出すよりかは、うん、e-tax で電子申告をした方が、うん、まあ、還付金が戻るのが早い。早い。あ、そうだ、そういうことですね。はい、だからそれでやってくださいっていうことだったんで、確か私も e-tax でやってます。ありがとうございます。私がやってるわけじゃなくて、やって税理事務所がやってますけどね。そんなことで、本当にぜひ皆さん
知っていただくのがいいのかなということでございまして、では一旦画面、はい、ホームページ上画面出していただきましてご説明いただきたいと思います。お願いします。はい、まずこちらが国税庁のホームページになっております。はい、検索で普通に国税庁と入れていただくと多分最初に出てくるかと思います。はい、で、e-tax ですね。はい、はい、右側に先ほどのランキングであったんですけども e-tax というところを押していただくと、まあ、このような e-tax の説明が載っているページに飛びます。で、まあ、ここから作成の流れはこちらということであるんですけれども、うん、ああ郵便ポストを取ってるんですねそうですね、まあ、準備をしていただいて作成して提出という、まあ、すごい簡易的な感じですけど、でもそうですよね。あと中身だって書くだけですもんね。でその書く内容は全くその手書きの書類と同じってことですか？あ、はい、同じです。じゃあその書類を見て説明していただいた方がいいかもしれませんね。そうですね、申告書類出していただいてもいいでしょうか？はい、 OK です。じゃあ申告書類お願いいたします。はい、はい、まずこちら税務署の方で作成した、はい、まあ、大網一郎さんという方の、給与所得の源泉徴収票になっております。はい、収入結構ありますねこの方そんなにあるんですか？一重百千万十万百万一千万はい、で今日はこちらのこの大網一郎さんの、お給与の申告、あ、お給与と医療費控除の申告をするという内容で申告書の方をちょっと仮で作っていってみようかなと思います。はいはい、では、ちょっと広がる、画面広がる、できない、うん、分かった。はい、じゃあ作成コーナー、そうですね、うん、じゃあ、申告書のパソコンの画面、パソコンの画面じゃいきます。はい、うん、パソコン、じゃあ中継、すいません。はい、では、今から申告書の作成コーナーの作成に移っていきたいと思います。これができない、なかなかうまく入れない難しいんですかね。サファリをご利用ください。あ、これはスマートフォンなので入れないんですね。あ、今国税局の画面が見ていただいて、この画面から入っていただくということですね。今実はですね、あれを使ってるんですよ。サファリで開きましょうかね。サファリで行きましょうかね。はい、はい、サファリで開くということでちょっとお待ちいただきたいと思いますが、はい、作成開始、あ、はい、来ました、出ました、ですね、こういう画面が出てまいります。はい、国税局のホームページから入りますとこういう e-tax の画面が出てまいりますのでぜひですね、やってみていただきたいなと思います。はい、はい、では、操作の方を、猪野さんにお任せして、はい、私はちょっと口で説明していこうと思います。ちゃちゃ入れない気をつけます、はい、まず確定申告する年分は30年分ですかということなので、はい、はいを選択していきます。はい、で、給与以外に申告する収入がありますか、これは給与のみなのでいいえ。はい、ではまたその下ですね、お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか、でこちらもはいですね。で、勤務先で年末調整が済んでいますかということでこれもはいになりますね。で、医療費控除や寄付金控除の適用を受けますか、で今回医療費控除を受けますのではいにチェックお願いします。はい、で、医療費控除や寄付金控除のほかに確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更はありますか、こちらは、まあ、ないということにしますのでいいえを選択していただいて、はい、申告書の提出方法が、まあ今回も e-tax ということでやっていこうと思います。はい、はい、では次に進みます。あ、簡単ですねそうですね、まあ、はい、家の選択を、はい、最初していただくので、はい、では次に進みます。あ、
で、さっき最初に言ったのスマホで申告される方などはID パスワードなので、ここで ID とパスワードを入力するような形で、はい、eTax はいらないんですね。 ID やパスワード入れることは使うことはないんですね。あ、使います。入れていただくと進めるの で、はい、でちょっと戻って書面で選んでいきます。はい、ここで生年月日を入れていきます。はい、大網さんは、昭和40年の11月23日生まれの方です。はい、じゃ次に行きます。はい、でこちらでお給与収入の内容を入力していくんですけれども、まず支払い金額ですね、源泉徴収票を見ていただいて支払い金額の欄を入力していきます。これ分かりやすくていいですね。素晴らしいと思いますね。で上見さん、1,802,721円の収入があります。みんなこんなにもらってると思ってるんでしょうかね。例で出すには大きい人ですね。高所得者ですね。高額所得ですよね。で続いて所得控除の額の合計額、こちらの年末調整で生命保険だとか社会保険料控除の合計の金額が入っていきます。でこちらが452,589円。はい、では続いて源泉徴収税額ですね、こちらが毎月日々給与天引きで引かれている税金の分になります。はい、401,900円。簡単ですね。はい、入りました。ぜひですね、委託ご利用いただくといいですね。ここは飛ばして、で16歳未満の扶養親族の方がいますかというところなんですけども、この方はいらっしゃらないのでなしにします。はい、で、住宅借り出金等特別控除、俗に言う住宅ローン控除なんですけども、こちらの記載もないのでなしにします。で続いて支払い者ですね、会社さんの、住所と名称を入れていただきます。でこちらの方がですね、東京都の千代田区大手町の会社に勤めている方という設定にしてあります。続いて会社名ですね、会社名は東京なのに横芝光千葉産業株式会社という会社です。もうもらってないですね。はいはい、CM 入ります。 CM 入ります。皆さん、はい、お分かりいただけると思うんですが、いろいろ大変な手続きあるんで、一旦コマーシャル挟んで後半お送りしていきたいと思います。コマーシャルです。国税は期限内に、詳しくはホームページで。国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え？画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。出来上がった申告書はeTax で送信するかプリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。あ
国税庁ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告と納税は期限内に。詳しくはホームページで。はい、確定申告週間っていうか月間ですよね。そんなことで、今パソコンからの e-tax の申告の方法をお話をいただいておりますので、続きをまたご覧いただきたいと思います。お願いします。はい、どうぞ。はい、では続きですね。会社の方の名前を入れましたので、次へ進みます。はい、でこちらで控除の入力になります。で、ですね、医療費控除ですね。で、医療費控除とセルフメディケーション税制の適用であるんですけども、まあ、通常の医療費控除の場合ですと上の医療費控除の適用ということで次へ進んでいきます。はい、で、まあ、大体の人はおそらく集計とかはまあ先に済んでいらっしゃるのかなと思いますので、真ん中の医療費の合計のみを入力する欄をいきます。こちらで支払った総額を入力していただきます。でこちらの大網さんの場合ですと16万1730円払われているということでいきます。でその下が、生命保険や社会保険なので補填される金額、まあ、要は戻ってきた金額があればこちらに入力をしていただきます。今回はないということにするのでゼロ入れていきます。はい、次いきます。はい、で入力された金額をもとに計算した控除額は以下の通りということで、医療費控除の額は、10万円引いた6万1730円が控除額となります。非常に皆さんご覧いただいた通り簡単なんですね、うん、ぜひですねこの e-tax をお使いいただくとありがたいですね。ありがたいです。でも e-tax が増えちゃうと皆さん仕事なくなっちゃうでしょうそんなことはないか、そんなことないと思いますんで、じゃあこちらへ向かって、はい、お願いいたします。はい、なんか非常に分かりやすくて、ぜひあれですね e-tax やっていただきたいですね。はい、どんどんでこれホームページ入っていじってるうちに入っちゃいますもんね。そうですね、何回か覗いたことあるんですよ。なんかね、いろんなところで喋れって言われた時にこれ見て喋るんですけど、まあこうやって見ると昔と違って、なんていうんですかね、出勤伝票を書いたり入金伝票を書いたりするあれがなくなった分だけやっぱり非常に役になってるのかなというふうに思いますね。これかんね、確定申告非常に楽になりましたよね。そうですね、はい、確定申告楽ですよね。だからいろんなものを揃えてて、だから余分なことを考えるとね、うまくごまかそうとか余分なことを考えるから大変なんですよ。普通にしてればいいんです。で税務署さんもちゃんと普通にしてれば税金をお戻しいただけると。で還付金の受け取り方法って大事だと思うんですけど、あ、はい、こちらもちょっと、はいはい、これから進んでいくうちに出てきますので、はい、ご説明したいと思います。はい、じゃあ画面お願いします。はい、先ほど医療費控除の金額が出ましたので次に進みます。はい、で今回還付される税金出ました。12,593円が大網さんの還付金額となります。はい、これは申告したらすぐ分かるんですね。もう、あ、そうですね、すぐ出るんですか。はい、すぐ出ます。はい、戻るんですよ。すぐすぐは戻らないんですけれども中身を職員が審査してその後に、そうですね、もちろんチェックしないで戻るわけないんですね。はい、はい、はい、では還付金の受け取り方法の選択に移ります。はい、で還付金がですね、ゆうちょ銀行以外の銀行への振り込み、もしくはゆうちょ銀行への振り込み、はい、まあ、最後に、ゆうちょ銀行の各店舗または郵便窓口での直接受け取る方法があります。はい、はいはい、素晴らしいですね、はい、で今回は、そうですね、ゆうちょ銀行以外の銀行の振り込みにしたいと思います。はい、あ、局長残念みたいな、はい、じゃあここで銀行支店名と入力していきます。そうですね、まあ、東金なんで東金、いや東金じゃない、何銀行がいいですかね。下方銀行、下方銀行、下方、下方銀行、漢字があ、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、下方、下方をね、変になってます。変ですね。ペタカタになってます。すいません。ペタカタ。
県って言っちゃったな。あ、大丈夫です。か、けいは見えない。あ、けい。か。力入れると。あ、何でもいいですよ。ひらがなで入れちゃいましょう。ひらがなで入れちゃいますね。へたかた銀行の何支店にしますか。へたかた支店にしますか。へたかた支店。高田支店で、はい、で口座番号ですね。あ、まず普通預金の口座番号が、まあ、12345678と入れていただいて、はい、入れていきます、はいはい、で別居の次に別居の控除対象配偶者扶養の方がいますかという欄があるんですけども、はい、まあ、この方別居されてない体でいきますので、はい、いい家に、そうですね、チェックします。はい、では次へ行きます。はい、そうすると基本情報の入力なので、お名前と住所等の入力になっていきます。はい、適当なの入れといてくださいね。いいでしょう。時間もなくなってしまうので。はい。で、受け取ると。あとは住所とか、そうですね、本人の名前を入れて、そうするともう向こうに届いてそこに振り込まれると、はい、素晴らしいですね。ちょっと戻していただいてよろしいでしょうか。今ちょっとご覧いただいた通りですね、簡単にですね、皆さんできます。で、e-Tax非常に簡単にできるので、今皆さんどんな方もパソコンやってますもんね。そうですね、パソコンをあまりやんない人もいないと思いますよね。できない方の方が少ないですもんね。まあ、今年1回税務署の方に来て、やり方を教えてもらって、来年から始めてもらったりだとか。ああ、そうですよね、はい、でもこれ一人で行けそうですよね、うん、まあ、それはやれる人ですよね。まあ、本当に分かんなければ税務署行ってください。税務署は親切丁寧に教えいただけますので、本当に昔みたいにいかつい人いませんので、大丈夫、税金払わなきゃ怒るぞみたいな人いませんので、ぜひですね、こんな素敵な女性がいるんですよ。毎日でも行きたくなりますよね。まあ、どうですか。来てください。いや、行って、そんな親父知らないとか言わないと困るなと思いますが、あんまり税務署に行く用事もないんですよ。まあ、かといって遊びに来られるのはちょっと。そうですね、遊びに来られても困りますよね。なんかお茶出してくれるとかもないですよね。なんか名前全部署に行く用事もないですよね。行ったことが1回か2回ぐらいあるのかな、記憶にない、 あるかもしれない。なんかで、まあ、あまりそういうところに行くこともないので、あれですね、なんかの申告は、まあ、あったようなないような、そんな気がいたしますが、ありました、思い出しました。そうですね、行ったことありますね。ありますか。1回ぐらいありますね。あれから変わってると分かりませんが、ある所長かなんかに会いに行ったんですね。所長、うん、ロータリークラブの宅話を頼みに行ったんですよ。そんなことしかないんで、すみません、おしいこと言ってんじゃないよというふうに思いますが、分かりやすい税務申告、確定申告はもう一遍確認しますけど、締め切りは3月15日までになってます。はい、で、すぐ払えよってことですね、できるね。はい、で、消費税の支払いは4月の1日。そうですね、はい、はい、あと何か日付でこだわっておく日付ってありますか。あとはそうですね、振り替え納税といって、まあ、口座から引き落とすような選択取られている方ですと、所得税に関しては、4月の22日ですね。あ、はいはいはい、そうですね、はい、分かりました、はい、振り替えのね、はい、あとふるさと納税なんかもありますもんね。あ、そうですね、これも控除の対象になるんでしょ。そうですね、寄付金控除の対象になってきます。これは寄付金扱いなんですか。そうです、はい、うまいこと考えましたね。ふるさと納税、納税って言いながら寄付金取ってるんですね。寄付金ですね。分かりました。私も、ね、よくいろんな寄付取られますよ。領収書来ますよ。なんかまとなんかこんな寄付ありますよっていう1500円からの立派な領収書来ますよね。こんな高い領収書切っていいのかなみたいな思うんですけど、まあ、出し申告してます、はい、ということで一旦コマーシャル挟んで、いよいよお別れの時間ということになりました。最後にお二人にいろんな伺いながら お別れしたいと思います。それではいきますよ、最後に。はい、それでは皆さん一旦コマーシャルです。かー、揃ってますね、素晴らしい。国税庁のホームページで確定申告書が作れるって知ってます？え？
画面の案内に従って入力すると自動計算で申告書ができるの。国税庁ホームページが便利よ。出来上がった申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。私もやってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。詳しくは国税庁ホームページで。庁ホームページで確定申告書が作れるの。申告書は e-tax で送信するかプリントして送付。やってみよう。マイナンバーも忘れずに。申告等納税は期限内に。詳しくはホームページで。はい、いろいろありがとうございました。本来ふるさと納税ってよくわかりました。寄付金扱いなんですね。そうですね。なるほどね。なんでふるさと納税っていうのかなと思ってて、要はふるさと納税返礼品というのはあれ売ってるだけですよね。確かに今やっとねその謎が解けました。要は寄付金控除としてのふるさと納税なんですね。そうですね。あ、なるほどね。よく分かりました。あ、納得いきました。本当ありがとうございました。これ一つ今日勉強になりました。一つもいっぱい勉強になったんですけど、まあ、税金の支払いは e-tax でやった方がいいということと、税金をきちっと納めないと後々税金が高くなるよと。税金が高いんじゃなくて税金の利息が高いということになりますので、利息はあくまでも罰則に基づいた利息になりますので、十分にそれ皆さんご注意していただきたいと思います。それは税金ではありませんよ。皆さんが払わないのが悪いんですよ。ということで、そろそろお別れの時間でございますが、最後に黒野さん、はい、何か一言ありますか。覚えましたよ。ありがとうございます、はい。そうですね、まあ、税務署の職員として言わせていただきますと、はい、やっぱり3月15日までに申告納税をぜひ済ませていただくようにお願いいたします。あ、いいですね、はい、彼氏募集いっちゃったんですよ。はい、日野さんお願いします。はい、もしその確定申告の関係で困ったこととかあったら電話でもいいですし、相談会場に来ていただいて、どんどん相談していただきたいと思います。はい、ということで、はい、ありがとうございます。税務署の皆さんもですね、本当に相談来てくれるの待ってるんですよね。はい、なんか素敵な笑顔いいですね。なんかそんな歌ありましたよね。恋するラララって歌知ってます？覚えてる。後でちょっとね流したいなと思いますけど、ぜひですね皆さん、確定申告3月15日まででございますので、もうすでにね東金商工会議所では受付始めたり相談窓口開設してますので、ぜひ皆さん行ってください。本当に税務署の皆さん親切に教えていただきますので、ね、嫌がらずに行っていただきたいなと思います。どんな方でも確定申告必要な方多いんで、ぜひね、多いですよね意外とね、知らない方が多いんですもん ね。 そうですね。ぜひ皆さん行ってみてください。得しますよ。本当にやった方が得することの方が多いので、税務署で皆ちゃんがやる分には無料でございますので、よろしくお願いしたいと思います。それではそろそろお別れの時間でございます。お二人の方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、笑顔が素敵で超かっこいいケビンと、笑顔が素敵な黒野と、笑顔はじける犬で、はい、ありがとうございました。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。